ティレルレイチレイは、ティレルが1980年の F1 世界選手権、参戦用に開発した F1 マシン。設計は、モーリス・フィリップ。レイチレイはそれまでのマシン同様にフォード、コスワース DFV を搭載し、1980年シーズンの第3戦、南アフリカグランプリでデビューを果たした。ドライバーは、ジャンピエール・ジャリエとデレック・デイリー。シーズン終盤の2戦では、 マイク・サックウェルがサードカーをドライブした。チームは1981年シーズンも引き続いて010を使用した。アメリカ人ドライバーのエリ・チーバーとケビン・コーガンが開幕戦のアメリカグランプリでドライブしたが、コーガンは次戦のブラジルでアルゼンチン人ドライバーのリカルド・ズニーノと交代した。ズニーノも2戦を走っただけでサンマ割のグランプリでは、 イタリア人ドライバーのミケーレ・アルボレートと交代となる。アルボレートはティレルで F1 デビューを果たしたが、その後は生涯215戦に参戦し194戦で予選通過5勝を挙げ2回のポールポジション表彰台を23回獲得し、1985年シーズンはフェラーリでランキング2位を獲得した。 ティレルは1981年シーズンの途中で010に変えて新型の011を投入した。010の最後のレースは1981年オーストリアグランプリでアルボレートが予選22位、決勝は40ラップ目にギアボックスのトラブルでリタイアした。010のベストリザルトは4位が2回で1回はデイリーによる1980年イギリスグランプリ。 もう一回はチーバーによる1981年、イギリスグランプリであった。チーバーは010による最後のレースとなり、次戦ドイツからは011をドライブした。010は1980年シーズンに9ポイント、1981年シーズンに8ポイントを上げた。ティレル009による3ポイントを含む。ティレル011による2ポイントを含む。ありがとうございます。